健人です。おはようございます、小松翔平です。おはようございます、松本拓也です。おはようございます、増山武明です。はい、この番組は若手声優4人が番組という名の会社を立ち上げ、ビッグな大企業にしていくサクセスストーリー番組でございます。おはよう、9月もあっという間に後半でございます。早いね、秋でございます。秋まっしぐら、うん、秋といえば何を思う？あ、ちょっと待って、秋まっしぐら、まっしぐら、秋まっしぐら、聞いたことある。秋まっさかりって言おうとしたらなんかわかんないけど猫まっしぐらみたいになっちゃってもうこれ缶バッチですね。もう名言生まれた。じゃあちょっと話が戻りますけども、はい、秋といえば何を思い浮かべますか。いろいろありますけども、まあスポーツの秋、あ、スポーツの秋ありますね。読書の秋いいですね。ほかほか、食欲、あ、食べ物美味しいね。ほかあるでしょ。もう一個よく聞くやつあるじゃないですか。課金の秋ですか。課金は毎年毎時期どのシーズンも、シーズンか、許す限り。違う、そうじゃない。爆死の秋。おー、爆死はでも割とガチャ運いい。でも先月の FG マールはまあまあ爆死しました。あー、そうじゃねえんだって。そりゃ巻きも入るわ、巻きの合図も入るわ。芸術の秋でしょ。おー、あー、そうでしょ。すな、芸術の秋でしょ。馴染みがなさすぎてねまあ最近ちょっと大きな発表が多かったじゃないですか、はいはいはい、皆さんもちょっと息継ぎ暇がなかったんじゃないですかね。まあそういう意図も込めてですね、はいはい、久しぶりに肩の力が抜けた企画を芸術の秋にちなんでやっていきたいと思います。おいおい、題して芸術なき K4 アート。おー、そうでございますよ。我々の芸術のセンスを皆さんに見せつけてやりましょう。おでは準備していくぜ。セットチェンジ。はい、というわけで我々着替えてまいりました。はい、秋の立体コネコネ。はい、というわけでですね、はい、この粘土が用意されておりますと、はい、今からこれを使って秋で連想できるものを作っていただこうということでございます。で、まあ最悪一応台本上自分が秋って感じてれば OK だそうです。なるほど自分が秋って感じてれば OK だそうです。制限時間は5分でございます、はい、では早速参りましょう、はい、よーいスタート。バスケじゃねえんだバスケじゃねえんだ。すごい久々だなこんなの重いね。うわすごいなこれ。おお、おお、こんな感じか、粘土って結構しっかりしたってことね。ね、ね、秋って難しいよね、確かに。広いもんね。と、来た。喧嘩してる喧嘩してる粘土と。創作の戦いだって言いますからね。うるせえな。終了。というわけでじゃあ早速発表していきましょう、はい、じゃあ自信がある方じゃあ自信なさそうに手を挙げたら困っていい。もう勝ちだと思います。勝ち？本当に見て何も言わずに物が分かるのって俺だけじゃないかなって。ダンゴムシとなんだっけお分かりの通り月見ですね。これお月見ですよ。秋といえば、秋といえばその左手に持ってるのが月。これ月、ずいぶんでかいウサギだねすごいな。月のウサギですね、こいつが。まあまあここでもいい。月のウサギってそんなでかいの。ここでもいいですよ。すごい、ユーラシア大陸ぐらい。へえ、すげえな。すげえ巨大なやつだね。でかいウサギだね。それは表現の世界なんで。ちょっと今いやダメだよ、過失修正してますよ、この人。これ月の丸みを強調するな。いやでも分かる分かる分かります。おお、まあただ見事に。あと、まあまあまあ、じゃあ、行きますか。あ、じゃあ、松本さん、これは、こんなんです。かぼちゃ。秋といえば、ハロウィン。ハロウィン、かぼちゃで、そう、で、メガネのつるが片方メガネだ。間に合いませんでした。あ、ハロウィンね。ハロウィンの。あ、でも素敵じゃないですか、ハロウィン。あ、じゃあ、僕ですかね。松本君の、秋はこれだ。ふざけてないもう、パネルと見たらパシャパシャ令和おじさんだ。お誰が菅官房長令和初の秋ですよ、皆さん。おお。ちょっと全部いやいや、でもあれ、思いのほか援護射撃なかったなあれ、俺だけかい。じゃあ僕が続いてこれですね、仮面ライダーです。秋といえば、なんで秋といえば。これ、実はジオが終わったんですよ。で、はい、次秋のシーズンに次の仮面ライダーが始まる。令和初の。違います一応令和初だけど違います。おお、平成ライダーが終わったんですね。平成ライダーが令和初のライダーが始まるわけでございます。これはセット商品ですね。ああ、じゃあここまで令和初のハロウィン。もう令和初のハロウィン、令和初の月見も初です。おこれだからセット商品ですね。というわけで皆様、こちらをセットでお譲りしたいと思います。おめでとうございます。
初めて以上、粘土で遊ぼうのコーナーでした。次の準備に入る。セットチェンジ。はい、気を取り直して続いてやっていくのはこちらでございます、はい、K4 オータムコレクション。おい、はい、というわけでですね、我々の目の前に今白い T シャツが用意されております、はいはい、ぴったりの社員 T シャツのデザインを各々で描いていこうじゃないかというそういう企画でございます。で、うまく描けたらなんとこちら商品化があるかもということでございます。あら、大事じゃないですか。ただその下の注釈で予定はないですが、なきにしもあらずですっていうふうに書いてあります。相当心に響けば、そういうことです。そういうことでございます。あると、なかなかの問題ですね。まあ、我々の現実をしっかり消化させていきましょう。やってこやってこ。では、描いていきます。よーい、スタート。はい、よし、僕もハサミを使います。よいしょ。わぁ、結構描きづらい。 T シャツって意外とそう、線が描きづらい。うん、ちょ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 、終了。じゃあ誰からいきますか、これ。あ、そっか、こちらですね、ラメを割るクソです。あの、パリコレとかであのね、あ、新しいファッション身にまとった方が歩いて来られると思うんですけど、え、やります。これ、これ金にやりましょう。それでは、自分のオータムコレクションを紹介していくぜ。というわけで、言ってくれって言われたから、とりあえずね、並んでみて、おのおの、改めてちょっと、じゃあ説明ちょっと、あの、最後にお願いします。出た順でじゃあ、じゃあ、僕、まあ、やっぱ自分の色のピンクと赤を使いながら、うん、やっぱその、I'm shine と、で、それで、K のポーズでございますよ。あー、このね、 K でございますよ、K でございます。歌舞伎やってるやつね。なるほどなるほど。で、切りっぱなしにして、下をで、くるくるっと裾がまくれるように。あ、切ってるって、そう、切ることによってくるくるってなる。あ、そんな、あ、その、襟もこう、そうです、ここも切っちゃいました。ちょっとゆったりサイズに。でも秋だからちょっとそれはあった方がいいのかなと思って、それあえて、うん、あー、まあそれはどうかな。うん、それいいんじゃない。あ、ありがとうございます。デザインですね。まあ、じゃあ続いて、はい、小松くん。まあそうですね、僕はもうあえてワンポイントだけですね。なるほどね。しっかり凝らせていただきまして、うん、まあよく見ていただければわかるんですけども、ゴミついてるの。まあこれね、人がなんか走ってますね。これよく見たら K ですね。帽子がピンク、うん、はい、そしてまず地面がこれ夏風の緑ですね、はいはいはい、そして青春の汗の青が、ね、これは何なんだ。そして闇の鳥が迫って、闇の鳥追っかけられてるだから逃げてる。めっちゃ追っかけられてる。そういうことです。そういうことです。そういうことです。逃げてんだ。そうなんです。漆黒の紫ですね、これが。で、まあ何よりもでかい主張っていうね、ブランド名みたいなこと。まあでもこのサイン含めた感じがおしゃれなワンポイントになってるんじゃないかと、うん、いや、でも、まあまあまあまとまってる、すごい、うん、もうガチ採用狙いにいったやつです。ガチなやつ。切れそう。腰はなんだったの。そう、腰はなんだ。腰はもうなんかやりそうだな。全国のモデルさんに謝ってる。めっちゃ格運格してる。そりゃすいません、偏見がすごい。はい、じゃあ続いて、はい、小松さん。私です。
腰から。私が、これもう僕秋はもうね T シャツ1枚じゃさすがにもう寒いと思う。まあ確かにそうですね。これ重ね着用です。ほう、もう上に着てもらって、でこう上のやつがここで終わって、でこういう感じでちょっとチラ見せでできればいいかなっていう。なるほどね、チラ見せでできればいいかな。これも見えるように、ね、何がいるんですか。これはもうあれですよ、ケイシロ君ですよ。え、目ないっすけど。あ、目があるやつもいるよ。お、隠れマスクオブケイだぞ。ここに入れさせていただきました。なるほど、はい、ちょっと横の気になる人がいっぱいいると思うんで、こっち気になる人が早く行っちゃいな。じゃあ、どうしましたか。これは小松完全体。翔平に憧れてる人結構いると思うんですよね、社員さんの中でも。翔平小松さんみたいになりたいみたいな、はいはいはい、そういうなんかこう皆さん の, そのニーズに応えたアイテムを作ってみまして。あ、でしかもただの小松じゃなくて完全体です。あ、なるほど、確かにそこは大事かもしれないですね。小松こうなりたい、はい、こうはなりたくない。あ、小松こうなりたくないんだ。こう前もこんなのかな。ずいぶん前にあのお互いを描くやつで、はいはいはい、翔平を描いたんですよ。で、はいはいはい、その時もベルトしてたよ、ね、ベルトしてた。ただあの時は完全体ではなかったんですよ。あ、不完全体だったんですか。そうそうそう、 あそこからこう時を経て完全体になって描いていく。しかもイラストではなく自分になれると。そうそうそう、 うわ、これはすごいですよ皆様。ありましたっけ。やっぱこれはちょっとコンプライアンス的に。ああ、今厳しいですからね。まあ、それ隠してるのね。そう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 、右の子左の松。ああ、うん、な、何、え、右の子左の松。あ、なるほどなるほど。でも背中にはこの翔平の名言、 I will fight。 日本語で言うと戦えて。言ってくれって言われた。で、なんか小松くんの成分だけかと思いきや、あれ、それは、それは、いやいや、翔平もそろそろタンクトップデビューした方がいいかな。引き込まれようとか。ちなみに究極体の予定は、まあ、ゆくゆくは一旦ね。これより上がどういうことだ。まあ、というわけで、はい、ね、我々、まあ、各々の芸術戦争をね、皆さんに見ていただけたんじゃないかと思います。はい、というわけで以上、芸術の秋 K4 アートでした。ありがとうございました。というわけでですね、ここで今後の K4 からのお知らせでございます。ついにですね、僕と小松くんの歌うデュエットソング第1弾のタイトルと発売日が決定しました。おー、やっと決定でございますよ。やった、はい、タイトルはこちら、てでん、エグジステンス。エグジステンス、エグジステンス、こちらですね、存在みたいな、そういった意味があるそうでございます。大きくくりをすると、まあ、なんでじゃあこういう歌詞になったのかっていうと、皆さんの耳で確かめてください。よろしくお願いいたします。なんかかっこいいね。かっこいいね、なんか、うん、これかっこいいのはタイトルだけじゃなくて中身もそうでございますので、ららぜひともよろしくお願いいたします。楽しみです。こちらですね、発売日が10月の25日金曜日でございます。先行予約の開始日は公式ツイッターでお知らせいたしますので、ぜひぜひチェックをお願いいたします。はい、というわけでお相手は浜健人と小松翔平と松本拓也と小松翔平完全体でした。お疲れ様でした。絶対いらねえ。用意されたガールズ向けのセリフをガチガチの真剣に言っていこうと。どんなことがあっても話さない。でもダンボール。うわ、ちょっと続いちゃったじゃん。ニジスタチャンネル登録よろしくお願いします。